あ、動いた。そうだね。はい、違うってことが分かった。カマキリは脱皮と、なんで、でももうすぐ脱皮するはずやで。あ、でもあれか。一週間前ぐらいにしたんか。カマキリは熱中症になると体が動かなくなる。カマや足をリハビリしたり。おいしいですか。じゃあおかんといてたのどこ。日に日に良くなり。なんでつまようじがあるの。カマには餌を食べてくれた。なんでつまようじがあるの。え、ポコポコってしたの。ああ、これか。プツって。上な。こっち。今、バタがいた。うん、これだ。うん、バタ落ちた。コオロギじゃない。キリギリス。ちょっとやめてあげて。コーヒー飲んで。ほらじっとしてるやんか、あのギリ。これ絶対脱皮しようとしよう。だから動いたって言ったやんか。今動いたけど、もう多分もうそろ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 かなみたいな感じでじっとしてるやんと思うで。違う。これ何回か脱皮してたら、あの、エイジ羽が、エイジそれ舐めたらあかん。羽ができるねんて、カマキリ。でもな、カマキリってな、前はな、サランラップのな、この穴にな、足を引っ掛けてな、脱皮してたんで。まあまあ、それはな。だから今も葉っぱに足引っ掛けてるやん。だから、葉っぱとサランラップはまた別やの。一緒一緒。別。これで羽ができるかもしれないんで、次脱皮したら。違うと思う。何回かって書いてたけど、数え切れるほどじゃないやろ。で8回、あ、8月ぐらいにはだいたい羽化するみたいな。楽しみや。どうする？羽できたら飛び回れんねん。やだ、絶対に外に出さない。